はい、皆さんこんにちは、ジョーフィットです。こんにちは、サーナです。今回ですね、イギリスから一時帰国中のね、僕の彼女が、今ね、一緒にいるので、せっかくね、Q&A やろうと思いまして、皆さんからね、インスタの方で質問を集めたのでね、それにね、バンバン彼女に聞いていこうと思うので、ぜひね、今のうちに、LIKE とチャンネル登録の方お願いします。では早速一つ目からいきましょう。ジョーフィットが足トレしなくなったら別れますか？はい、はい。やっぱ女から見て足トレをしない男ってのはどう？筋トレしてるのに足が細いやつはもうダメ。ダサい。ダサい、うん、どういうとこがダサい？だってひょろいじゃん。ひょろい。いや、自分より足細いのはダメでしょ。やっぱ男らしくない。いや、知らんけど自分より足細いのは嫌だよね、シンプルに。なるほど。別になんか筋トレしてない人はどうこう言わないけど、筋トレしてるのに足やんないのはもう負け犬行為。だってなんか、なんでって感じ。きついことから避けてんのかって。そうそう。ダサいよね。ダサいか。じゃあね、皆さん、まあ、僕もね、何回もティアリストの動画とかで言ってるんですけど、全身の筋肉をね、下半身っていうのはね、60% もの筋肉を占めるので、もしあなたね、足トレをやってなかったら、四捨五入したらね、足トレをやってないことになりますので。四捨五入したら足トレをやってないです。ただ足トレをやってない。四捨五入したら筋トレしてないでしょ。まあそうだね、確かに。まあってことなんでね、もし皆さん、今彼女がいましたら、足トレをね、サボるようなことしてしまったら逃げられてしまうので、はい、ぜひね、足トレは引き続きやってもらえたらなと思います。では続きいきましょう。彼女を筋トレにハマらせる方法ありますか？一緒にトレーニングしたいです。どうですかね、まあ結構いると思いますね、自分の彼女ね、僕彼氏の方が結構トレーニング好きで、で彼女にもね、トレーニングやってもらいたい、ね、一緒にジムデートしたい、そんな方にちょっとなんか一つメッセージ。痩せたいって言ってたら、ダイエットしたいって言ってたら、とりあえずなんかカーディオでも何でもやらせるっていう口実でジムにぶち込んで、一緒にこれやろう、これ痩せるよって言えば多分やるから、うん、重量は使わせなければ痩せると思うから、こんなんしたら足太くなっちゃうとか言ってたら、とりあえずなんか2キロぐらいのダンベルでやらせとけばこれで大丈夫だよって言えば多分大丈夫 で、そしたらその負けず嫌いじゃないと多分無理だけど、そしたらきっとそのうちなんかハマるから、そこがチャンス。そこをハマり始めたなって思ったら重量を持たせていけば、うん、そうだね、あとは無理だと。もう最初から痩せたいって言ってても、ジムに全然行ってくれなかったらダメだと思う。なるほど。多分みんなが一番きついと思うのは、だって一歩目、まずジムに彼女を連れ込む。うん。どう言って、だから痩せたいで行くしかないでしょ。だって痩せたい以外で始める人いないんじゃない？だってでかくなりたいと思って始める人なら行くでしょ、もうそもそも。まあ確かに。まあ女の子がでかくなりたいなって気持ちはまあさらさらないから。たまにいるじゃん。まあいるけど、まあ。そういう人はもう普通に行くからさ、まあね、自分から。じゃなかったらもう痩せたいじゃないと無理だよ。とりあえずまあちょっと彼女がね、太ってきたって思ったら。誰で自分から男から行っちゃう？男から行っちゃうやん。ダメでしょ。じゃあ行くの待つってこと？太ったって言いたいのってなるじゃん。なるほど。だから自分から痩せなきゃなって言ってたら、一緒にジム行くって。でも一番は、まあ、ガリガリの子とかいるじゃん、まあ、そういう子とかだったら彼女がまあ自分が痩せなきゃって思わせるまで、食わせればいいとってことですかね。まあそういうことですね。まあそういうことですね、まあ、彼女に人間フォアグラしてあげてください。したら多分ジムに連れ込めます。次、出会いは。出会いですね、これ実はね、ニュージーランドの語学学校なんですけど、まあ、結構ね、いろいろと複雑でして、まあ、ちょっとね、長くなっちゃうんで、パワーチューブの方でね、結構詳細、ちゃんと答えましたんで、そちらの方でリンク貼っとくんで、皆さん、そちら見てもらえたらなと思います。はい、次です。一般的に女性は筋肉質な男性、好みますか？人によると思う。人による。はい。だけど、じゃあガリガリかマッチョ、どっちがいい？まあそうだけど、一般的に、一般的にあのマッチョは好まれない。まあだけどガリガリって言ったってクソダサいじゃん。クソダサいガリデブみたいな、ガリデブみたいなやつと。だからそれは筋トレしてる人の目線でしょ、うん、だからそんなにもう俺は毎日6時間ジム行ってますみたいな人はみんな引くから、普通。なるほど。だから、ま、あのよほどのマッチョ好きじゃなかったら引くから、ほとんどの人はガリガリの方が好きだと思うよ。マジで。自分が筋トレしてなかったら 筋肉興味ある人少ないんじゃない？面白い。だからだって筋肉かっこいいって言われてる人って大体なんか腹筋割れてるくらいでしょ。海外と日本は変わると思う。外人の女の子はもっと筋肉好きだと思う。イギリス住んでるからさ、周りの友達とか
どんな感じ？別に。そうでもない、うん、別にあんまり気にしない、うんうん、まあ身長高い人がいいって言いながら似たような身長の人と、うん、付き合ったりするから、まあこれね僕ねちょっとなんないよ、まあ、これね僕反対するんですよ。絶対にね、絶対にデブなやつ、ガリガリなやつとしっかりとね絞れてかっこいい体してるやつだったら絶対女の子がねかっこいい体してる選ぶと思うけどね。だってもうそれ DNA に刻まれてるじゃん。自分を守ってくれる体型の人はこんな人だっていう風に DNA に。そんなこと考えてない。それ考えてる男だけで。いやそうか。まあでもまあ人によるみたいですね。まあ僕は信じないですけど。はい、次遠距離の秘訣ですね。まあこれね僕たち今までまあ、彼女がイギリスの大学行きながら、まあ僕はね、日本にいて、まあかれこれどんぐらいですか今。2年半ぐらい、一緒にね遠距離まあ一応続けてるってことで。はい、時にはね、彼女がインターンやってた時とかイギリスで、6ヶ月ぐらい会わなかった時とか全然ね会って、まあ、時差も8時間か8時間で、まあ、彼女が起きるタイミングで、まあ、僕日本はだいたい5時とか4時とか、まあ、夕方で、まあ、結構タイムスケジュールも違う中、ね、何度かこうやって続いてるんで、まあ、僕からのアドバイスだったらなんか格好つけて連絡しない俺かっこいいみたいなね、そういうの捨てて僕こまめにね連絡取り合ってください、ね、毎日電話してますし僕とかフェイスタイムで、何があってもね、あと、まあ、僕ちょっとやっちゃいがちなんですけど、喧嘩してるとかそのままね電話切ったりとかねそのまま寝るとか、ね、そういうのね一切やんないようにそういうねちっちゃいところね積み重ねになっちゃうんで、はい、ね、なんかありますか？あんまない？コミュニケーションの取れた、まあ、やっぱコミュニケーションのね、はい、うん、どこですかね。まあそんなにまあ難しくないですね。まあ別に遠距離であろうがね、一緒に住んであろうが、まあ続けたら続くし別れるやつは別れるんで、はい、まあそんなとこですかね。別にそんな俺らきつくないしね、別に、うん、うん、まあ人によってきついきつくないあると思うんで、慣れる、うん、まあ慣れるね、うん、もう俺らなんか合わないのがもう普通に基準だからね、うん、まあその分合ってるのは楽しいですけどね、本当に、うん、人間はね慣れちゃうんでね、慣れちゃったらその刺激っていうのがねなくなっちゃうんで、まあ、こうやって遠距離をしてるから、ね、毎回会うの楽しみですしね、なんか、ね、なんかその、一番、皆さん分かります？こうなんか、ね、彼女と付き合いたてみたいな時に、まあ、キュンキュンして、なんか楽しい時期、そういうのがなんか、まあ、1年、2年付き合ってくるとなくなるじゃないですか。まあ、遠距離だったらね、なんか、まあ、3ヶ月間会わないで、まあ、もう一回会ってみたいな、ちょっとね、若干リセットされて、よりね、会ってる時の時間がね、貴重になってくるんで、まあ、これもこれね、いいんじゃないかなって、僕は、まあ、思って、はい、別にそんなに。ね、フェイスタイムも苦じゃないんでね。まあだけどなんか C っていうならフェイスタイムの時の方が可愛くて、可愛いっていうかまあそういうなんか言動がで実際に会ったらなんかこいつ冷てえなみたいなのがあるんで、ね、僕からしたらちょっとそういうのはちょっと、まあ、気に食わないですけど、はい、まあ全然ね続く人は続くと思うんで、はい、もし遠距離してるなら頑張ってください。じゃあ次ですね、サーナが筋トレを始めるとなったきっかけは何ですか？まあ、なんか彼女もともと高校生の時お父さんがエニタイムフィットネスの会員で、まあ、エニタイム通っている人だったら、高校生パス、ハイスクールパスみたいので、まあ、無料で行けるという感じで、まあ、ちょくちょく行ってたんだよね、ボルトは前も、うん、で、まあ、最終的なこうやって、ね、定期的に行くようになったきっかけっていうのは何？痩せたかった。痩せたかった、うん、で誰のおかげ？こうやって今パワーリフティングあれやっぱ毎日記録残したいし、毎日ジムに行くようになった自分の俺の影響ってのはないの？本当に自分のデディケーションと本当に俺の影響ってないの？自分のおかげがない俺、まあ、あの僕がね、まあ、本当のところを言うと、まあ、こうやって彼女がデッドリフトとかスクワットとかねこうやってやり込んで、まあ、楽しさを覚えたのは、まあ、僕が理由っていうのはね僕は分かってるんですよ。彼女も分かってますし、こうやってね言わないだけで、まあ、だけど最終的にね、毎日重いものを持ち上げにジムにね、通い続けたのは彼女なんでね、まあそこは間違いないと思います、はい。まあ、これちょっと面白い質問ですね。もしジョーが急に内緒でステロイド始めたらどうする？じゃあ私もステロイドを打ち始めます。筋肉のある男はどんな服を着るべきか、男目線と女目線で。まあ、これまあ男目線、まあ、僕からね最初に答えさせてもらうと、あなたまあ筋肉をつける過程で、ね、飯をちゃんと食ったりとか、ね、ちゃんとした時間に寝る、酒を飲まない、ね、日光浴ちゃんとやる、トレーニング死ぬほどハードにやる、こんなねいろんな努力の積み重ねを何年も何年もあなた続けてきたにもかかわらず、なんでお前その筋肉を隠すんだと、世界に見せびらかせ、何のために鍛えてるんだと、見せつけるためだろ、お前が道端歩いて誰かに
腕でかとかあいつ筋肉すごいとかボソボソって聞こえるのが快楽なわけです。それがね筋トレをする上の一番の目標なんでね、もうぜひねそこをね、皆さん 100% 楽しんでください。じゃあ次女目線どうですか。あの夏でも冬でも T シャツ1枚でいつでも脱げるように準備しておいてすぐに脱いでジュズポーズができる格好をするのが一番ではないかなと、はい、思います。はい、じゃあ次直してほしいとこですね。直してほしいとこ、まあ、僕から言うとまあそんなにね、ないんですけど、まあ、結構ね彼女いろんな面から見て完璧なんで、はい、まあ、僕にねちょっともったいないかなってぐらい、まあ、僕もね思うぐらい、まあ、結構ね、素晴らしい女性なんですけど、まあね、これデレデレしてるとかじゃなくてもう普通に率直に、まあ、直してほしいとこだったら、まあ、もうちょっとあの絡んできてほしいっていうか、なんかもうちょっとなんか、ね、僕カマチョなんですよ、はい、ね、あれカマチョしたくないんですよ、されたいんですよね。だけどねあの彼女あんまりしてくんなくて、まあ、僕ねちょっとそれがあんまり気に食わないんで僕がね最終的にすることになっちゃって、それがねあんまり好まないですね僕は。僕がねなんかそうやってあのカマチョしてほしいです、はい。ありますか。同じ話を300回するのやめてほしいです僕ですねあの同じ話を、ね、何回もしてしまうっていうこの奇病をね患っていまして、はい、何回も何回も同じことを、面白いと思ってしまって、で その喜びを、ね、他人に分かち合ってもらいたいという、ね、そういった、奇病をね、は持ってまして、はい、まあちょっとね治療中ですけどちょっとずつね治せたらなと思います。まあそんなところですかね。まあ彼女もねバンバンここから YouTube 始めていくってことなんで、まあ、TikTok ではね、結構昔からやってて、まあ、最近ね、怖い顔してテストステロン高い顔で、結構ね過激な発信彼女ね、やってるんですけど、まあ、ちなみにね、あれなんか僕が台本書いてねんじゃねえかみたいな感じで思ってる人いると思うんですけど、まあ、そんなことなくて彼女自分であれね一から作るというね、もう非常にテストステロン値の高い女性のやるようなハイレベルなね、女性なのでまあね、冗談はさておき、まあ、彼女ねこれから YouTube 頑張っていくんで、ぜひね、皆さんリンク下に貼っとくんで、TikTok とね YouTube の方ぜひねチェックしてもらえたらなと思います。ではね、今回の動画はこれまでです。皆さんね楽しんでもらえたらぜひね Like とチャンネル登録の方お願いします。では次の動画でお会いしましょう。一斉のせいで See you next time ね。 3, 2, 1 See you next time Fuck you bro OK